日本プロジェクト in 静岡県、推進リーダーのめぐみです。まゆみです。今日の話題はこちらです。早速ご覧ください。自動車メーカーのホンダは素足で歩ける砂浜を残していこうと、毎年全国100カ所以上で清掃活動を行っています。小雨が降る中、ホンダの従業員や住民などおよそ230人が集まり、ビニール袋を手に海岸に捨てられた空き缶やペットボトル、流木などを拾い集めていきました。活動にはサンドレーキと呼ばれる熊手の機能がついた特別な車、ビーチクリーナーも登場。ゴミを回収しながら砂浜を柔らかくしていきました。こういうのすごく大事だなと思います。こう皆さんの、ね、力があってこそね、たくさんのゴミが集まるんじゃないかなと思います。たくさん来られる方たくさんいらっしゃると思います。あとにお子さんとか怪我しないといいなと思います。綺麗な砂浜を残したいということから始まってまして、こうやって、皆さんで、海岸のゴミを拾って夏に向けてですね、皆さんが楽しんでもらえるように、やっています。清掃活動は9月にも湖西市で予定されていて、関係者はこれからも美しい海岸を守るため活動していけたらと話していました。いかがでしたか？皆さん楽しそうでしたね。他にも海と日本プロジェクト公式 YouTube チャンネルではいろいろな動画を配信中です。ぜひご覧ください。海と日本。